1994年イギリス労働党副党首選挙は、イギリスの政党、労働党の副党首を決定した選挙。5月12日の全党首ジョン・スミスの休止に伴い、党首選挙と合わせて実施され、ジョン・プレスコットが新副党首に就任した。なお、立候補したマーガレット・ベケットは、以前から副党首として働いており、スミスの休止にあたっては、臨時党首を務めた。 新副投手に選ばれたジョンプレスコット。以後、投手トニー・ブレアを支え、労働党の屋台骨となった。マーガレット・ベケット。全副投手であり、スミスの休止に際しては、臨時投手を務めたが、党副投手選には敗れた。選挙は、1994年7月21日、投手選と副投手選とが、同時に行われた。投手選には、トニー・ブレア、ジョンプレスコット、 マーガレット・ベケットの3名がエントリー。トニー・ブレアが新党首に選出され、敗れたプレスコット、ベケットの間で副党首選が行われた。なお、ブレアはもともと副党首選に出馬する準備をしていなかった。後に、プレスコット、ベケットともに、トニー・ブレア政権の要職を担うことになる。選挙は、英国議会、欧州議会の議員票、選挙区労働党の一般党員票、 フェビアン協会や労働組合などの労働党関連団体メンバー票の合計で競われた。なお、プレスコット、ベケットの両名とも1992年の副党首選挙にも出馬していた。ありがとうございます。